続いて緊急ブロー今はい、エマージェンシーブロー。避けただと？はい、緊急ブローを使ったようです。現在海面に向けて急速浮上中。まさかあの距離でか。くそ、なんて野郎だ。あの艦長、鋼鉄の金玉でも持ってるのか。確かにすごい、とんでもない度胸だ。どんな魔法を使った？わかりませんか？ならあなたはダーナからそれほど信頼されていたわけではないということですね。もうこの船は私のものです。あなたの好きにはさせません。あの娘か。彼女は最高よ。たとえあなたが私を殺しても、彼女がこの船を守ります。そしてカシム、行き場はない。降伏しろ。すると思うか。考えろよ、ハニー。だろうな。サガラ軍曹、撃ちなさい。手錠を外すのが先だ。もう一本魚雷が来ている。大至急で艦を制御しなきゃならん。了解。方位278にアドキャップが1本、距離50。お手上げた。近くに米軍の水上艦がいる。だから向こうの潜水艦は魚雷が一定の深度から上には行かないようにセットしていたんだ。友軍への誤射を避けるために。大佐はこの2発目を予期して緊急ブローなんて人だ。まったく。ガウルン、どこだ。ガウルン、また外れたか。最初からこちらの安全装置を読んでいたようですね。もしくは偶然か。黙れ。魚雷の安全装置を外してもう一回シュートだ。1番2番の発射管に注水。袋のネズミ、あいつは今追い詰められている。なのにそれすらあいつは楽しんでいる。嬉しくて心底ワクワクしている。9回裏ツーアウト満塁、あいつが考えているのはボールを場外にかっ飛ばすことだけよ。
ベノム。そう、あいつはスタジアムに向かっている。傷の手当ては後でいい。軌道を確保するよ。いいや、こういう時こそ頭を冷やせ。いいな。はい。先生、ゴールドベリ先生。積み荷の固定は非常に重要だな。今後も規則を徹底させよう。発令所です。私だ。何が起きている？説明しろ。副長、ご無事で。あのテロリストです。奴が AI を乗っ取ったんです。ですが艦長のおかげでダーナは回復しました。テロリストはどうなった？逃げました。まだどこかに潜んでいます。ちょうど今アナウンスで警告を。副長。ゴダート、そのテロリストは負傷しているか？はい、相良軍曹に撃たれて。左肩か？あ、はい。いかん。誰でもいい、奴を止めろ。赤いエースだ。うわ。いや。まだまだ行ける。ウワハーデダナンをこれほどの窮地にまで追い詰めるとは。カナメと一緒に私たちまで守るつもり？目が覚めたか？もうたくさんだ！嬉しいぜカシム。ガウル、貴様は。